Peggy 12. こんにちは、ストリートファイター5インタープデートへようこそ。ストリートファイター5ディレクターの中山です。はい、皆さんお久しぶりです。ストリートファイター5プロデューサーの松本です。サマーアップデートに引き継いで今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。前回のサマーアップデートから数ヶ月経ったんですけども、前回ものすごくたくさんの皆さんにご覧いただきました。だいたい10万人ぐらいの方に同時に見ていただいて、我々もものすごく、嬉しかったです。そうですね、皆さんの反響を受けて開発チーム全員大変励みになりました。引き続きシーズン5に向けて現在様々なコンテンツを制作しています。今回はシーズン5の最初の2体のキャラクターであるダンとローズ、そして今後のタイトルアップデートに関する情報についてお届けしたいと思っております。では早速本題に入りたいと思います。今回はローズについてお話しさせていただきます。ローズと同じタイミングでリリースさせる彼女の新しいステージ、マリーナ・オブ・フォーチュンなんですけども、そちらのコンセプトアートと実際のステージの映像を見せいただきたいなと思ってます。こちらマリーナ・オブ・フォーチュンはストリートファイター02のステージをリファインしてストリートファイター5向けに制作してます。開発初期の段階からイタリアのステージをすごい作ってみたかったので、念願がすごい叶った感じがしますね。イメージイラストにあるような船も登場します。明るいライティングと綺麗な水面がソウルパワーにすごくね映えます。それでは、ローズ自身を、実際見ていっていただきたいと思います。ローズ自身がストリートファイターゼロアルファシリーズで初登場したんですけども、めちゃめちゃ高い人気があるので、以降のストリートファイターシリーズにはほぼ全て、出ています。ストリートファイター5では、メナトのお師匠っていう立ち位置でもありますので、その中でのストーリーの展開とか新しい、立ち位置エピソードっていうのを楽しみに見ていただけたらなと思います。で、今回なんですけども、実際ローズの技がどのようにゲームに、入っていくのかっていうところを皆さんにぜひ見ていただきたいので、ご覧いただければと思います。そうですね、今画面にキャラクターイラストと文章が映っているんですけれども、動作指示書といって技を作るための設計図になります。これは新体育技のソウルバインドですね。逆パンチからクリティカルアーツまで全部手書きしてからモーションを作っていきます。これは代々受け継がれている伝統ですね。これが実際のキャプチャー風景ですね。この動作指示書を使ってモーションキャプチャーを行います。モーションアクターさんと相談しながら技を完成させていきます。演技をするアクターさんの他にアクションコーディネーターさんや補助役を担当する方がいます。シリーズおなじみのソウル PA でも実際にアクションしていただいてデータを取ります。プロのアクターさんによる演技ですので絶対に真似をしないでくださいね。収録したモーションデータを使ってモーションデザイナーによる調整を加えゲームに実装していきます。ここに攻撃区形ややられ区形をつけていき完成していきます。では実際のゲーム中のローズの動きを見てみましょう。まずローズの通常技ですね。過去作の再現と新たに作り直した技が混在してます。痛いわよ。立ち強パンチのソウルブリーズはリーチもあってなかなか強いです。しゃがみ強キックもおなじみの技で、これもね強いですね。スライディングも健在です。後に紹介します V スキルやトリガーと相性がとてもいい技ですね。
た？飛び道具のソウルスパークはなんと空中でも出せるようになりました。ソウルスパーク弱中強のボタンで角度が異なるので状況を見て使い分けましょう。ローズは新必殺技を習得したようです。ソウルパワーの弾を空中に設置し時間差で爆発させる技ですね。ソウルパニッシュ、ソウルパニッシュ、ソウルパニッシュ。対空技は自らがジャンプすることがなくマフラーを利用して相手を掴む技に変わりました。それ、しびれてたし。ソウルバインド、ウガテ、スパイラル。 V スキルはどちらも個性的ですね。 V スキル1はタロットカードを引き自身の性能を上げたり相手を弱らせたりする技です。星の導きを、ソウルパワーが溢れそう。あげるわ魂の導き。危ないわよ。 V スキル2はおなじみソウルサテライトです。最大2個まで呼び出すことができます。ソウルサテライト、サテライト、ゼラ。 V トリガー1はタイマー型のワープ技。出現位置をいくつか選択可能です。空中から強襲するのもいいと思います。捉えられる、こっちよ、こっちよ。ソウルスパーク、こっちよ。V トリガー2はみんな大好きソウルイリュージョンですね。分身を出現させて、コンボを狙って大ダメージを与えましょう。見切れるかしら。見切れるかしら。ソウルスパイラ、ソウルスパーク。最後は基本コンボを見てみましょう。弟子のメナトも登場し貫禄が増したローズですが新技を引き下げて今までの遊びにプラスアルファできるような性能になっています。タロットカードなど占い師らしい要素も追加されてなかなか研究しがいがあるキャラクターになっていると思います。ずいぶん消極的ね。手を抜いてくれてるの？中山ディレクターありがとうございました。さて一旦我々のパートはここまでとなります。続いては e スポーツ関連の情報とコラボ情報をお届けします。皆さん、ご覧ください。What's up everyone? It's Steve Aoki here. I hope everyone is doing amazing wherever you are. I'm here in Las Vegas in my studio, Neon Future Cave, and I'm here to share something very exciting I've been working on, a project I've been working on for quite some time, and I get to share it with you guys now. It's with Street Fighter. You know, growing up as a kid, I used to play Street Fighter 2 in my local arcade,
and I would play every day after school. So going back to that kid, young Steve Aoki, to now, and be able to announce that Dimmock is doing a collaboration with Capcom for our Street Fighter collab, combining my style and the classic 16-bit aesthetic together is so exciting, and I can't wait for you guys to see it. Actually, I'm wearing one of the shirts right now, one of the Street Fighter Dimmock collaboration long sleeves. So, check this out. This is another piece from the collection, Street Fighter Dimmock. In the front, on the side, you got the Street Fighter Dimmock on this other sleeve, but this graphic on the back, the classic Ryu graphic on the back. Yo, bangers, just bangers. And guys, these are just two designs that I showed you. And we've been working on a lot more. These are awesome. You can check them out right here. Also, RK1UP that we teamed up with on the collab has made a special countercade that goes with this collaboration. And you can also get that while supplies last because they're super limited. So make sure you get them before they're gone. And lastly, to celebrate the 5th anniversary of Street Fighter V, I made a remix to Ryu's theme. It's gonna be debuting at Capcom Cup next week. Make sure you check it out. It's a banger! It's a banger! It's a Hadouken banger! You don't wanna miss it. Capcom Cup, Steve Aoki remix, Ryu's theme, going down. Don't miss it. はい、それでは、引き続き我々の方からゲームのアップデート情報をお届けしたいと思います。 TGS のオンライン番組の方でダンの紹介は少しさせていただいたんですけども、今回はより、深掘りをしたいと思っています。今までダンのデフォルトコスチュームしか、お見せしてなかったんですけども、今回は、戦闘服、バトルコスチュームですね、こちらを、見ていただきたいと思います。どうぞ。Back after the ultimate improvement! Hibiki da! Man wo jishite toujou da! はい、どうでした？あの、天狗のお面がものすごく特徴的だったんですけど、あの、体つきがめちゃめちゃ絞られてて、すごくかっこいいんで、これぜひ、使ってみてください。で、今回は、ダンの V システムの詳細を中山ディレクターから説明していただきますので、よろしくお願いします。 Saikyo's Ultimate Master! Right here, right now! TGS のオンライン番組でも紹介しました V スキル1は、各種必殺技をキャンセルして発動できることが特徴となります。ガドウケンの出始めをキャンセルして奇襲したり、技の隙を減らしたり、コンボの拡張など、さまざまな場面で使いやすい V スキルとなっています。とても高性能な V スキルとなっているのですが、相手を挑発するというダンならではの特徴として、V スキル発動時にダンと相手、両方の V ゲージが同化するといった性質を持っています。ダンは V スキルをメインに戦術が広がるキャラクターになっているので、積極的に V スキルを発動することで今までにない V ゲージの駆け引きが発生します。ダンを使った場合も相手にした場合も、新しいバトルを楽しんでいただければとも思います。V トリガー1は1ブロックで発動できるというのが一番の特徴です。通常技から発動してコンボをつなげたり、ガードをさせて有利状況を作るといった動きをバトルの序盤から狙っていきます。また覇王ガドウケンを最大まで貯めることで壁バウンド効果を発生させたり、ガードフラッシュを誘発させたりすることもできます。
knock you out! Daria! I've got no choice! Knock you out! Or you can...しゃがみ強キックを除いた全ての通常技から発動することができる V スキル2は一見アピール動作のみで終わっているように見えますが、動作の出かかりを通常技、必殺技で一度だけキャンセルできるようになっています。これをうまく使うことで動画のように通常技をキャンセルして、さらに通常技、必殺技に連携するといった他のキャラクターにはできない動きが可能となっています。自由自在に連携を組める強力な V スキル2ですが、キャンセルに失敗してアピールを出し切ってしまうと不利な状況につながってしまうため、使いこなすには練習が必要かもしれません。なお V スキル2も V スキル1と同様にお互いの V トリガーゲージが同化する仕様になっています。V トリガー2は発動することで V ゲージが V タイマーとなり、タイマー中はパワーアップした画像剣と交流剣が使用できるようになります。画像剣はヒット時の有利時間が増え、交流剣は完全無敵が付与されますが、方向キーのコマンドと最後の攻撃ボタンを同時に入力することで、さらにパワーアップした破天画動剣と合交流剣を繰り出すことができるといった内容になっています。強化された画動剣を攻めの起点に使ったり、交流剣で防御面の強化やコンボを狙うなど、状況に合わせていろんな使い分けができる V トリガーとなっています。そういえば挑発伝説に関しても TGS でちらっと見せましたが、最後まで技を見ると実はこうなります。今回は V スキル周りをより詳細に紹介させていただきましたが、もちろんね、皆様がより段を触って新たな、ね、発見や深掘りができるところはまだまだたくさんあります。これらのシステムを使っていけば、ガンのバトルポテンシャルをさらに、高めることができますので、お楽しみにしてください。それでは最後にガンの実践パフォーマンスを見てみましょう。
シゲこれ最後のやつ新しいバトルシステム入れてくれたんや。そうなんです。対戦動画の最後の場面で使ったものが新規バトルシステム V シフトです。ご紹介が遅れました。ストリートファイター5バトルディレクターシゲノです。またおシゲとも呼ばれてます。私の方から少し紹介させていただきたいと思います。 V シフトは V ゲージを消費して行う新しい防御システムです。 V ゲージを消費する防御システムとしてスト5には既に V リバーサルが存在しますが、 V リバーサルは相手の攻撃をガード中のみ発動可能といった特性上、劣勢の場面で自由に発動できるシステムではありませんでした。これに対して V シフトは通常時に V ゲージを1本消費することでいつでも発動することができる防御システムとなります。V シフトは発動直後から一定時間投げ技に対して無敵となっていることに加え、打撃と飛び道具を受け流す特別な性能になっています。この受け流す部分をうまく相手の攻撃に合わせると両者がスローになる演出が発生し、硬直終了まで無敵となります。またスロー演出発生時は専用の攻撃アクションである V シフトブレイクに派生することが可能となっております。 V シフトブレイクは V シフトで攻撃を返したものの距離が離れていて反撃は間に合わないといった場面や、相手の強力な連携の割り込み手段として活躍する性能となっております。ここまで説明させていただいた通り、 V シフトには様々な特徴があります。単純に不利な状況で相手と距離を取りたい敵以外にもキャラクター対策の一環として活用できる性能になっているので、ユーザーの皆様には様々な使い方を研究していただければと思います。次に全体バトルバランス調整についても少し触れさせていただこうと思います。バトルチーム内では V シフトという V ゲージの使用度が増えることでバトル内容が大きく変わると考えております。この変化を加味した上でゲーム全体の調整を行っております。調整方針としてはキャラクターの強い部分と弱い部分を見直しつつ、キャラクターを触っていて楽しいと思える部分を可能な限り増やせればと思い、動画のような調整を日々行っております。皆様いかがでしたか。こちらダンと同タイミングで実装されますので楽しみに待っていてください。ありがとうございました。はい、それではシーズン5のリリース時期についてお伝えさせていただきます。1体目のキャラクターのダン、新しいバトルシステム、新しいバトルバランスの調整などのコンテンツのリリースは2021年2月22日となっております。皆さんには長い時間お待たせして本当に申し訳ございません。シーズン5なんですけども、ファイナルシーズンということで、僕たち開発も本当に今まで以上に気合が入っています。なんとか自分たちの納得できる最高のクオリティを届けたいという気持ちと、皆さんに楽しんでもらいたいという気持ちをいっぱい込めて開発今本当に励んでいるので、しばらくお待ちいただければと思います。そして先ほどご紹介させていただいた内容に出ていたトレモステージなんですが、こちらもシーズン5のリリース時期に合わせて皆様に無料で提供させていただきます。
皆さんにはしばらくお待ちいただくことになりますが、何卒よろしくお願いいたします。続いての情報なんですが、シーズン5では今まで提供させていただいたキャラクターパスに加えてプレミアムパスのご用意しております。詳しい内容をこちらご覧ください。シーズン5に登場する5体のキャラクターの他に、シーズン5に向けて制作しているアレンジコスチュームやカラー、新規のステージも入っており、さらに11というシークレットな遊び要素もついてきます。11の詳細については公式ブログや SNS をご覧ください。こちらのプレミアムパスはシーズン5でリリースされるほぼ全てのコンテンツを楽しんでいただけますので、非常におすすめになってます。なおプレミアムパスとキャラクターパスなんですが、この番組の終了後に、発売開始しますので、皆さんぜひぜひ、チェックしていただければと思います。最後となりますが、こちらの情報をご覧ください。今回もいろいろな新情報をお届けすることができましたが、いかがだったでしょうか。また春頃にも何か情報を届けることができると思ってますので、お待ちいただければと思います。それでは引き続きストリートファイター5をよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。